ちゃ乗るの。あのグリーン？あのグリーン。全然乗る。打とうか。いいよ。で何球か打つよ。一緒。乗る。うん、乗る。それだけショットうまくいってさ、うん、なんでスコア出ない人いる。めちゃくちゃグサッときてるね。それは、うん、すっげー俺的にはいい質問なんだけど、平井博明のワンナップゴルフ。パターが下手だから。あー、なるほど。そうだって、もうちょっとじゃあコース真剣に打って、うん、あれぐらいの精度があって、ほとんどグリーンのピンの近くに寄ってる感じじゃない。それでスコアが悪いってことはもう乗ってるんだから、パターしかないじゃん。そうだね。そうだ、パターがうまかったらスコアは出るけど、あんだけショット良くてスコア出ないのはパターがうまくないから。そこまだもう答えは出てるわけよ。そうでも、パターの練習量とショットの練習量を比較してみてくださいってことなのよ。絶対負けてるから、パター。そうだね。そう、特にそういう人、ショットはもう本当プロと変わらないっていう人で、なぜか70代があんま出ない人は間違いなくパターだから。それかショットで大ミスを1日1回やっちゃう人。そう、まあそれはプロでもあるからしょうがないとして、本当にアイアンとかドライバーある程度でアイアンが80点でそれでスコア出ないんだったら、もうパターしかないから。プロとアマの違いってパターアマ。パターよ。散々さ、多分9割ワンナップゴルフってショットの動画撮ってるじゃない。もうパターだから。言っていい、うん、右手左手とか言ってる場合じゃないのよ。じゃないの。そう、カップに入れなさいってことなの。多分、いやこれね、冗談抜きでそこになっちゃう。嘘。じゃあ200本超えてんだけど動画、うん、220本とか出したりとかな、うん、200本は意味ねえんだじゃん。うんうん、意味ない。で、あのパターの動画 2,3 本出してるじゃない。あれ全く見られてないじゃない。そう、それが要はレベルが上がらない証拠。だって本当はそこだもん。本当にパターなの。そう、本当にだってどう考えてもそうでしょ。まあそうだね。で、あのショットでスコアが出ないってことは、あそこから2パット3パットをしちゃうってことだから。やっぱプロから見てもさ、ショットはうめえなって人っているわけでしょ、アマでも。全然いる。競技に出てるアマチュアゴルファーで俺よりショット上手い人は多分半分以上いるから。嘘。絶対めっちゃくちゃ上手いから今アマチュアの人のショットって。でもスコアじゃ負けない。負ける時も全然あるよ。ある。全然ある、全然ある。やっぱりね、単発勝負とかだけど、それと別としてあそこまでこうアイアンがねビタビタ来てパーってことはやっぱ入ってないんだよね。だパット数いくつですかって話を。プロってあんま30パット超えないのよ。パターの平均というかパターのパープレーって36なの、うん、ショット36、パター36って前ワンナップ算数やったじゃない。 だけどプロってパターって超えるけど、あんまり30パットって超えないのよ。大体それぐらいなの。そう、それぐらい、そのグリーン外しても寄せ1でパーで、で乗ったら3回に1回とか4回に1回バーディーが入るか入らないかっていう感じなのね。そうだから29パットとか行って33パットとかなんでね。だからそれ以内でパターを必ず返ってきたらスコアいいと思うんでね。だからショットの数だけ、そのスコア出ない方のショットの数を取っといて30パットを自動的に足してみなってことなの。で今いくつになるのって、それが36パットとか37パットしてるんだったら、もう絶対にショットじゃないから、パターでも。あんまりパターって着目されないでしょ。されない。されないんだよね。パター右手左、あのどっちに上がるとか言わないんだよね。そこまで詳しくなったらパターは絶対良くなるはずなの。関係ないってなっちゃうから。自分の狙いたいところに強さとフェース面がこう一致してるとラインに乗り出すんだよね。そうすると入り出すのよ。だから結構ショット上手い人ってこうやって、あー練習するかって言ってバチーンってこうやってナイスボール打てる人は多いの。
だけどボールってワンスリーブ3個入ってるじゃない。あれをグリーン上にポンと出して10メーターぐらいをバチンって打ってビタッて寄せられる人はいないのよ。プロはできるから。それはそういう何の準備しなくても感覚的にポンってできるショットはあっても、それをパターにって言ったらパターってなかなかそれ難しいのよ。でもまあここまでは言わなくても2パット圏内にはプロってその普通に打ったら寄せられるんだよね。だからそういうのがパターでもできてきたら絶対スコアって変わるのよ。じゃあプロってそれぐらいパター練習してるの？いや結構やるよ。練習してなくても感覚がめちゃくちゃ鋭いとかね。だから見た目と色と、まあ見た目だよね、と傾斜とかカップまでの距離っていうのをパッて考えてなくてもインプットされて、そこに対してあ、じゃあこれぐらいのグリーンだったらこれぐらいのタッチかなっていうのが絶対引き出せるんだよねプロって。だから1球目か10メーター打って5メーターショートとかっていう風にプロってやらないから、そんなタッチってプロってやらないから、そういうのをショットだけじゃなくてアプローチパターンもやっぱやってあげた方がいい。アプローチなんかも全然素振りしないで、じゃああの50のグリーンにポンってこうなんとなくの距離を合わせてこう打つことができるといいんだよね。ぴったりこう方向を合わせて、じゃあそこにあとこうキャリーが手前エッジぐらいに落ちてるでしょ。そう、あそこでまあ本ちゃんのベントグリーンだとピンぐらいに止まるから、ああいうのを感覚的に打てるようになってきたらスコアっていうのは絶対良くなる。だから一生グリーンに乗せられる。パターとかアプローチとか、うん、そういうのって大事。だから俺ドライバーのお悩みが多いからドライバーの動画を多く配信してるけど、正直あんまり必要ないと思ってる。それよりもドライバーよりウッドよりユーティリティ、ユーティリティよりアイアン、とにかく短い方短い方が重要になってくるっていうのがゴルフだから。これはね絶対だね。なんて言われようと。だけどドライバーの動画多いよね。めっちゃ多い、悩みが多いからね。でも俺今日ドライバー何球打ってる？ゼロだよね。ちょっとドライバー打ちます。素振りなしでいくよ。多分プロ野球のピッチャーで言ったら90キロぐらいで投げてって言ってる感じだと思う、うん、なんとなくね、キャッチャーに届けばいいぐらい、そんな感じで十分なドライバーって。じゃああれ仮にヘアウェイ行きましたって言ったらセカンド7番やで、まあ、160ヤードだとして160ヤードセンターに打ってっつって、まあ、素振りは本番ちゃんとやるよ。だけど今ちょっと動画なんで何もなしで、あ、グリーン狙えばよかったね。まあいいや、150のグリーン狙うか。2ピン左でしょ。2ピン左ってことは5メーターぐらいの、5メーターぐらいあれ入るか入らないかぐらいじゃない。そしたらもう1番ホールパーでしょ。そんなもんだって。そう、あれだって18ホールやったら72パープレーじゃない。そうだからね、どっちかって言ったらじゃあドライバーヘアウェイはヘアウェイだとして、したら7番アイアンのショットがもうちょっとじゃあ近づけてたらよかったじゃんって。そしたらバーディーチャンスの確率が増えるでしょ。したらじゃあ1ピンに寄りましたって言ったら、それが入るか入らないかっつったら、もちろん入る確率が近ければ高いじゃない。したらパターももっともっと入ればもう単純にスコアは出るじゃない。だからどん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 短いクラブの方が重要になってくるんでね、意図した球が打てるようになったら間違いなく短いクラブだから重要なのは。絶対に丁寧に丁寧にいったとしてもやっぱ最後パターンになるんでね、まあ、チップインとかそういうのは別だけど、もう順当にヘアウェイからグリーン乗って、でそこからパッティングするんだったらそれはワンパットで入ったらいいじゃない。だからね、やっぱりショートアイアンよりウエッジよりパターってなってくるから、だから短いクラブの方が重要性が高いんだよね。でもどうしてドライバーの悩みが多いんだろう。買って
手な推測していい、プレミアパターとかは別としてクラブの中でドライバーって一番値段が高いのよ。そうで一番飛ぶじゃない、満足度だと思うんだよね。だって言ったってオデッセイとかパター、キャメロンだって普通の市販だったら5万とかよ、高くて。ドライバーって6万から8万とか10万とかするなってきたら、やっぱりそれ使いこなしたい。アイアンセットはもちろんドライバーと同じぐらい高いけど、アイアンってあんまみんなコロコロ買えないんだよね。ずっと同じアイアン使ってる方が多くて、そうだからその時高い買い物して覚えてるけど、ドライバーを3代目4代目買えるまでずっとアイアンって一緒の方が多い。そうするとこの値段忘れちゃうんだよね。だからまあアイアンはいいやと、短いしいろいろわけがあって別にそこまで重要視してないっていう風になってくると、もう間違いなくドライバーになってくるんだよね。だからドライバーを使いこなしたい。で一番軽くて長いから一番暴れるのは当たり前なのよ。そうでも一番振るわけよ。だからドライバーって難しいって言われてんだけど、またこれ違う動画に戻るけど、やっぱり曲がらない強さでだんだん始めて打ってって、曲がり始めたところが実力だっていうのをもう一回再確認して、そっからじゃあアクセルをどう上げれば曲がらなくなるっていうのを自分で練習しないといけないんだよね。でもやっぱある程度ラフでもいいから200ヤードから250ヤードの間ぐらいを飛んでくれて、でラフでもアイアンがグリーンに乗ってれば次パターンになるじゃない。だからドライバーよりアイアンの方が大事になるじゃない。でまあ、乗らなくてもグリーン周りに外れてアプローチとかやるじゃない。でアプローチ寄ったらワンパットの確率が増えるでしょ。だからアイアンよりはウェッジになるじゃない。でどんどんやっていくんで、したら絶対パターンになるから。そう残りはね、そしたらキャメロンの高いパターン買えばいい。そうだね、そしたらこれいっぱい使いたくなるじゃん。そこだそこそこだ、サークルツアーだやばい、うん、丸の中に T って入ってる、うん、あれを使えば買えば使いたくなるから、うん、ってか練習したくなる。サークルツアーをお持ちの方はお昼休憩の時にはなるべくレストランに持ってってください。あのそんなレベル、ヘッドカバーで分かっちゃうから。で盗難事件が多い。これはね本当に注意していただきたいポイントになります、うん、そうなんだ。いやこれはマジ持ってかないといけないんだ。持ってった方がいい、できればそれか、ラウンド中はわけわかんないヘッドカバーに変えちゃう、パターカバーを。で練習場とか自分がバックから離れないところでは普通のサークルツアーのヘッドカバーをして。これでもね笑い事じゃなく本当に盗難事件多い。あ、そう、うん、あと偽物も多い。ヤフオクとかメルカリとか、だいたいねネックでわかるから。そうなん、もちろんデザインも全然違うんだけど、でもネック見たら一発でわかるから。あ、そう、うん、ダサい偽物はやっぱり全然綺麗さが違う。だからね、なんとなくのショットを打つことは絶対できるようになった方がいいし、そうなってきたらウェッジパターの重要性がより出てくるから、そこをもうぜひパターは家でもう暇があれば練習していただいて、まあ、本当にカーペットにペットボトルでもいいんで、そうちゃんとこう当ててタッチだったり、まあ、打つフィーリングが分かってればいいんです。何十メーターってやる必要ないんで、そのパターをずっと握って打ってるっていう感覚っていうのが大事なんで、それはもうショートゲームは家の中でスポンジボールとかですね、でアプローチやったりとかっていうのは結構おすすめですんで、ぜひやっていただきたいと思います。今回はですね、ずっとグリーンに乗せられますよっていう動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。